外、木下ベースラインカットして左のコーナーに強打、ディープスリーを狙った木下、さあトップから、さあラベナスリー狙うか、ラベナここでスリーポイント、ラベナ決まった、つないでいるという現状です、横浜です、ベンドラベのスリーポイント、あ沈めてきます、ニュービル、ニュービル打ち返す、でエンドワン、すごいですね、す今日のゲーム全部決めてるんで、ニュービル次も決めた4点プレーなんですけど、相手見ながらステップバックスリー来ました、4本連続スリーです、そのマシューライトと玉代です、ステップバックスリーポイント、ありますよね、リズムを掴んでいます、マシューライトです、アベレージが 21.8 あります、第3クォーター最後のプレーになるか、外に出した西田のスリー、あーこれも入った、西田もフェスティバルというような感じになってきました、クォーター最後のポジションになりそうです、来ました、おー外からのスリーポイントシュート2つ目、木下これで8得点ですので、今オキンがいて金丸がいないということになってますね、ちょっとブロック3秒、ここから打つしかないというところ、これを決めて、そうですね、マカドゥが2回スクリーナーになって、小島スリーポイント、スリーポイント成功でファールです、4点プレー、ここで下がる、かなり深いところのスリーポイント、ディープスリー沈めていきました、今ニカ選手もついていたんですけどね、先ほどはビフォードに渡しました、ビフォードにエヴァンス、ここもビフォード、時間がない、スリーポイントだ、これはペリン・ビフォード、ここできましたね、 B リーグですよ、いや中西さん、このショットです、ただいま得点が見つめられました、この後エヴァンスも飛んでいました、おっと、いやリバウンド島根だ、このスリーは安藤誠也ビッグショット、こうなんとか守って後半につなげたいですね、スリーを狙ったスミスのスリー、さすがという一発になりました、これで前半終了です、ここに戻ってきました、バウンスパス、スリーを打ってくる、きた、昨日と同じ99点、